今回は大阪都市部から約20分でアクセスすることができるお手軽秘境駅を訪れてまいりました。所属する路線の中では最も乗降客数が少なく、山地と山地に挟まれた自然豊かな景色を見ることができます。そして極めつけなのが、100年以上前に地滑りによって塞がれたトンネルがなんと10年前最近に発見をされました。トラス橋の上にかかる二重橋梁は全国的に見ても非常に珍しい構造、内容盛りだくさんですので、今回もよろしくお願いいたします。さあ、本日やってきているのはこちら久宝寺駅です。大阪環状線の遠心力によって吹き飛ばされた列車は東側の方に進んでいきます。地図を見るとこんな感じで、久宝寺は環状線よりもやや東に位置しています。今走行しているのはこちら大和路線、正式名称は関西本線ということで、大阪と名古屋を結ぶかつては大動脈として機能していました。今では直通で乗り通すことはできませんね。ズタズタに分断をされてしまっております。ところどころ見ているとですね、こういう風に、これも2面2線の駅でしょうけども、真ん中にこうぽっかりと穴ぼこが開いてるわけですね。ここにもおそらく昔線路が通っていて、貨物列車、それから特急列車の行き違いなんかが行われていたのではないでしょうか。今回訪問するのはこの大和路線の中で最も乗降客数が少ない駅です。山地と山地の間に挟まれていて絶景を見ることができます。名古屋までの道のりは長いんですが、大阪を出発してまず大和路線はこの辺りで第一の峠越え、山越えを行います。奈良県と大阪府の県境にはですね、南北に山地がずらーっと立ち並んでいて、ここを鉄道で越えていくわけですね。この辺りも線路と線路の間隔が開きましたね。橋梁もそれぞれ線路1本ずつで別個に設置をされています。このエリアもまず単線で開業して、で数十年後に複線化が行われていたので、こういう山の、険しい区間だったりとか橋梁なんかはもう複線化の際に取り付けられたので別個に作られている、そんな感じになるんでしょう。さっき20分前ぐらいに天王寺駅にいたと思えないような光景です。180度ガラッと景色が変わりました。そしてカーブ上に取り付けられているこちらの駅こそが今回お目当ての駅となります。まあ、というわけで到着をいたしました。こちらが大和路線の中の秘境駅と呼ばれている河内片上駅です。これはイントネーションがどっちなんですかね、河内片上駅なのか河内、今回ちょっと僕の呼びやすい方で河内片上駅の方で呼ばせていただきます。さっき各駅停車で来たんですけども、各停以外の種別ですね、この大和路線を走る大和路快速だったりとか、あと直通快速なんかは、全てここを通過していくということになります。さっき僕がね、この普通列車降りた感じだとね、5、6人ぐらい下車する方がいたんで、利用者はそこそこいるみたいですね。1日だいたい360人ぐらいが使用するような駅になっているみたいです。でも大和路線の中で最も利用者が少ない駅になっているみたいなんですね。ちょっと次列車が通過する、おー来た来た来た、奈良駅のこれなんだ、直通快速が通過でございます。おー、いいな、ホームドアがないから迫力あるわ。ただね、ここは大和路線の中でもかなり険しい、両方こう山地に、挟まれたような地形になっていて、かなり、カーブも多くなってるんですよ。なので通過列車相当多いんですけど、なかなかねスピードは出せなさそうですね。100キロも出てないんじゃないですかね。ゆったりとしたスピードで通過をしていきました。いやー、そしてこれね、大和路線の魅力といえば、関東ではもうとっくの昔に引退をした201系、うぐいす色のなんか山手線味を感じますけどね、この列車が何食わぬ顔で入線してくるのか、これまた面白いですよね。201系、おお、ガラガラだ、ロングシートですよ。このガラガラとした音ね、これもたまりませんわ。山奥にある駅にこの国鉄の車両ですよ。もう鉄オタからしたらたまらない光景ですね。 JR 難波行き、おお、いいな、この音な、おお、いい音いい音、おかっこいい。201系が今出発、今の JR 難波行きの列車から下車された方は1名ということで、やっぱあの方もカメラを構えていて、で今日土曜日っていうこともあるので、結構そのやっぱ秘境駅マニアだったりとかね、旅行関係、旅行好きの方が訪れる駅なんじゃないですかね。時刻表はこんな感じですね。大和路快速とかはもう久宝寺を出発した後王子まで止まらないので、
ほとんど全ての列車が通過。各駅停車は日中だいたい15分に1本間隔ぐらい、まあ、ちょっと少なめっていう感じですかね。さっき通過列車行ったばっかなのに、また来ますよ。今度は大和路快速、これも比較的ゆっくりですね。駅もよくよく見てみるとカーブになってるんで、いいね。気持ちよく走り去っていきましたよ。これ面白いのが、駅の端っこの方もかなりのね、こういう風な大きいカーブになっていて、わかりますか、今橋を渡る音がね聞こえるんですけども、駅を出発してすぐのところに橋梁があるので、こう列車がね橋を渡っている、かなり大きい音がね聞こえるんですよね。この駅を通過しただいたい30秒後ぐらいですかね。まあ、この難波から名古屋に至る路線、正式名称は関西本線ですね。ただ今僕のいるこちらの駅を含めた JR 大和路線、関西本線の愛称が付けられているのが、大阪環状の中難波駅からこの奈良の北側の京都に入ったあたり、ここ鴨駅、この難波から鴨駅の間で最も利用客が少ないのがこちらの駅ということになります。で、立地を改めておさらいすると、結構すごいところに設置をされていてですね、ここを並行するように流れているのが、これが大和川ですね。大阪と奈良の方を流れる川なんですけども、その南北にですね、これ山地が広がってるんですよ。これがすごくて、南側が金剛山地で、北側の方が市議山口なんかもある生駒山地になっていて、この両方の山地に挟まれて、かつ川が並行している、川のすぐ上のところにこうへばりつくような感じで設置をされたのが、この河内片上駅ということで、立地を見るとね、本当にこう自然に囲まれたような駅になってます。ではね、ちょっと早速駅を降りてみますか。まあ、でもね、もともとは関西本線で、近鉄とかそれから東海道新幹線が整備される前のね、名阪を結ぶルートということで、さっきもね車窓をお届けしましたけど、立派な伏線ですからね、ここら辺はまだ単線ではなく、しかもやっぱ途中途中にね、なんかこう線路が広がっていたりする箇所があるんですけど、そういうのは昔の列車の行き違い設備の跡地なんでしょうね。河内片上駅、まあ、なんかそこまでこう大っぴらに秘境駅っていう感じはしないですよね。電光掲示なんかもちゃんと整備をされています。通過、あ、すごい、こんなの見つけましたよ。ちょっと逆光かな、王子奈良方面と、サビサビのこの方面を表示するプレート、この駅の開業も、まあ、その関西本線の開業に合わさってるんで、1910年とか20年とかそのあたり、かれこれ100年以上の歴史を持つ、そんな駅でもあります。また通過だ。 JR 難波方面もやっぱ上下両方とも通過速度はゆっくりですね。うわ、すごい、こんな改札口の真上に取り付けられてますよ、駅名標が。これは分かりやすいな。再び王子行きの列車が行きましたけど、この列車から下車する方は3名ほどという感じですね。改札機はこんな感じ、一応自動改札があるんですけど、このバーがないタイプですね。簡易改札機みたいな感じ。窓口もこれおそらくお客さんが多い時間帯のみ開放されているみたいな、そんな感じでしょうね。カーテンが閉められてますけども、でも駅員の方はね、さっきホームを歩いている姿も見受けられたので、いらっしゃるみたいですね。ここら辺のこの窓のフレームとかもね、木でできていて、なかなか歴史を感じますけどね。さっき僕もね、天王寺、それから大阪方面から来たんですけど、大阪環状にある天王寺からは、まあ、各駅停車でだいたい30分で、大和路快速旧法寺なんかで乗り換えれば、もう少し早く25分ぐらいで到達することができますからね。お手軽純秘境駅っていうのが正しいんですかね。そう、この駅の看板を見てるとですね、ちょくちょく見受けられるんですけども、峠の下ね、これ亀の瀬と、ここにも歴史の交差点亀の瀬、これも大和路線の橋梁でしょうけどね、ここ奈良と大阪の近郊は亀の瀬越えと言われていてですね、かつてからかなりの難所として知られていました。動画の後半でお見せしますけどね、亀の瀬トンネルというのが昔存在をして、それもこの区間で頻繁に発生する地滑りによって、もう現在完全に封鎖をされているということなんですね。そしてね、これ駅、木造駅舎ですよ。いや、趣深いですね、河内片上駅と。ここね、駅名標がちょっと新しくなってるんですけど、こちらちょっと放浪板みたいなね、駅名標もあるんですよ。これ
ほら、こりゃすごいわ。多分国鉄時代くらいから本当にあるんじゃないですかね。いやー、昔のちょっと丸っこいこの時代ね、国鉄時代とかの車両によく見られる形の時代が使われている。あ、建物財産表、うわ、昭和2年ですって。すごいな、これ戦前からありますよ。日本遺産にも指定されているこちら亀の瀬ですね。意外とここの駅からだいたい900メートル歩いたところにその亀の瀬エリアがあるみたいなんですよね。ちょっとこの亀の瀬隧道、これ昔使われていたやつなんですけども、これがどうやら見れるみたいなんですよね。旧大阪鉄道3番なんで、ここ今駅あるんで、こうまっすぐ行ったところですね。多分向こうの方にね、亀の瀬トンネルがあるみたいなんで、ちょっと行ってみますか。この駅のトイレもですね、なんだかおしゃれなのれんがかかっていて、なんか温泉に入る前ののれんみたいですよね。ここら辺は庭園が広がっています。草、パッとこれ一言で言うと本当に昔ながらの田舎にある古民家のような、そんな駅舎ですね。正面にはこちら商店さんなんかもありますわ。いやー、いいな、癒されるわ。環状線から30分で来れる土地とは思えないぐらいですよ。住み心地も良さそうですよね。大阪のベッドタウンというか、環状線まであっという間なので、ここはいいな。住むにものどかだし、市街地の方までのアクセスも抜群ですからね。いやー、そしてこの駅の南側すごいな。いや、崖っぷちの上にこの家が何軒か取り付けられています。この駅の真南、つまりはこのホームのすぐ後ろが大和川になっています。大和川がおそらく長い年月をかけて削った地形のこの山肌のこの中央部分にこう縫うようにして取り付けられているのが関西本線ですね。関西本線も名古屋から難波の方まで伸びてるんですけども、当時は2分割をされていて、こっちは大阪鉄道っていうのが難波から奈良の方までを手掛けていて、でその大阪鉄道として開業したのがこっちの区間ということですね。この辺りもね、スペースが限られてるんで線路通すの大変だったでしょうね。これ、ね、河川中の形が面白いですよ。これ本来であればこういう風なちょっとこうアーチ状に設置をされてるじゃないですか。おそらく推測なんですけども、もうここ山原ギリギリまで来ていて、でここにこう通路を設けたかったんで、ここに河川中をスペースの関係で設置することができず、この片一方ののみがですね、上り下り両方の河川を支えているということになっております。それこの片側河川中くんがですね、ずっと奥の方まで続いていくんですよね。すごいな、これやっぱり難波の方から奈良の方まで線路伸ばしたみたいなんですけども、この亀の瀬越えの工事が難しかったみたいでですね、まあ、向こうの亀の瀬トンネルも含め、このエリアは地滑りが頻繁に発生する区間でもあって、山越えの区間なので開業は若干遅れたりしたみたいですね。来た来た来たぞ、橋を渡る音が今聞こえますね。で今多分列車が橋を渡り切って、びっくりした、電車の音が出ちゃった、チャリだ、橋を渡り切って、でこの子はやってくると。いいですね、カーブを渡り切って通過。おお、いやー、かっこいいなこの景色で、これ駅の大和川寄りにですね、桜の木が植えられていて、まあ、今ちょっと季節外れなんで見えませんけども、もうあと数ヶ月したらつぼみがついて春には見頃を迎えるみたいですね。どうやらこの駅名表のお隣あたりにもこういう風にね、蛍光灯ですかね、ランプのようなものがあるんですけども、これはおそらく夜桜とかなんでしょうかね。夜とかに来たら春、桜が咲いていてライトアップしたらとっても綺麗そうですからね。しかも国鉄車の201系をバックに、くぅ、これ鉄道マニアたまらんすね、これね。もう道と線路を隔ててるのはこのちっこいガードレールのみなんで、こりゃいいや、こんな近くで電車を見ることができますよ。駅はカーブになってるんですけども、この白黒のマークがこれで制限が解除されるよという意味なので、ここからぐーっとモーター音を上げて加速をしていくような感じですかね。これさっきから僕もね、歩いてて怖いんですけど、こっち側の生駒山地側ですかね、北寄りのところの傾斜というかね、角度がものすごいことになってるんですよ。ちょっと待ってくれ、ものすごい
山道が高いところまで続いています。落石注意って書かれてますけど、まあ、それもそうだよなという感じですよね。すごいな、竹とか植物がこういう風に横から生えてるんですけどね、それがこの金属ネットによってこうせき止められているというか、いや自然の力っていうのは偉大ですね。こう金属ネットがありますけども、それを突き抜けるようにしてですね、もう木々がこう外に出ちゃってるんですよ。これ雨とか降った時大変だな、落ちてきちゃうじゃんこれ、どうした、怖い。かなりのカーブになっているので、遠くからやってくる列車を肉眼で確認することができます。もし仮にこの駅が無人駅だったとしてもですね、到着する列車の気配を音で感じることができます。そしてこちらが駅の南側を流れる大和川ですね。実はこの辺り1970年あたりまで採石場があったみたいなんです。まあ、砕けた石を取る、おそらくその石たちはバラストなんかに使われていたんでしょうけども、気になるものを発見しました。ここに橋脚のようなものがあるんですけども、ここ金属のようなものが上についているのが分かります。これがおそらく当時石を運ぶために設置をされたベルトコンベアの跡地かと思われます。どうやら2000年代に撤去工事は始まったんですけども、一部の遺構はですねこういう風にして残っているみたいです。上の方には工場のような大きい建物なんかもありますね。さあ、そして線路挟んで今度は南側のねこっちの方に来ましたけども、細い路地が続きます。今向こうの方、奈良県側の亀の瀬の方に向かっています。いや本数多いな、上下含めると多分ね、停車する列車は上り下り各4本なんですけど、通過は多分その倍か 2.5 倍ぐらいあるんじゃないですかね。って考えると多分3分に1本ぐらいの列車がですね、こう横を通過していきます。結構ね見応えがありますね。すごい、ここ桁下制限、高さ 2.5 メートル、すごいな。道路から見ると線路までの高さがもう頭上すぐのところに来てるわけですね。これでここから先、この大和川を渡って一旦南側に行った後、ここトンネルによってこの山頂を貫いて現在のこの大和路線は奈良県に入っています。この下のここトラス橋っぽくなってますけどね、これは何なんだ、歩道ですかね。向こう車の大きい通りがこういう風に設けられていて、ここにね、何あれ。でここで現在の大和路線とそれから亀の瀬トンネルがあった旧大和路線の位置関係についておさらいをしたいと思います。旧線と新線の地図を今載っけておきます。大和路線の旧線はですね、今のようにこれ大和川を渡らずにそのまま川の北側に沿うような形でこういう風に通ってですね、でそこから亀の瀬トンネル、今崩落してしまったトンネルを通り奈良県側に抜けてたんですね。ただ今はどうなってるかというと、ここで一旦橋がかかっていて大和川の南側に抜けます。わざわざ南側に渡った後、南にある明神山という山を貫いて、で南にトンネルを設けたんですね。でこの後再び大和川を今度南から北に渡って、本来あった北側の方に戻って、で線路がつながって奈良県の方に向かっている、そんな形になります。まあ、つまりはその山の地質的にですね、こっち北側の方よりも南側の方がおそらく地滑りが起きにくかったんで、一旦川を渡ってトンネル通って県境を抜けた後また戻るということをしたわけですね。もう1923年の時点で大規模な地滑りが起きてですね、もうトンネルが使用不可能になっていたみたいなんです。なのでいろいろ試行錯誤して、どういう風にこの峠を越えようかと考えた末、川の南側に出る、そういう風な形が用いられたわけですね。ここも立派な橋脚が用いられています。1923年に亀の瀬トンネルが普通になって、そこから取り付けられたので、おそらくこれももう何十年も経っているような橋梁でしょうけどもね、土木遺産にもこういう風に認定をされております。これが第四大和川橋梁って言うんですね。住所いいですね、柏原市片上大技峠。めちゃくちゃ覚えやすいな。今こういう風に橋が設けられたんですけど、当時の旧線はですね、多分この辺り通ってたんじゃないですかね、こういう風に。おお、多分今僕が歩いてるこの辺りを旧線が通ってたんじゃないですかね。こっちの方川を渡らず、こっちに斜面に沿うような形で当時の線路は
設けられており、この先がその亀の瀬トンネルですね。ここら辺はですね、一軒家とそれから崖の間に道が設けられているだけという感じでですね、ちょっと見えないんですけども、右奥の方にさっきのあの第四大和川橋梁があるんですね。つまりはこの辺りが当時の大和路線の線路跡ということになっているんですけども、もう地滑りが起きてトンネルが使われなくなったその年1923年にもうここの付け替えが行われて向こうのトンネルの供用が開始されたみたいなんで、この土地は線路が取っ払われてから今年ちょうど100年か、跡形もなくなってしまってるわけですね。すごすぎる。向こう今見えました、うぐし色の電車、さっきの片上駅に発着する列車、この位置から見えるんですよ。そしてこれが第四大和川橋梁です。これは絶景すぎる。なんだこれ、絶景すぎんだろう。ものすごい綺麗な景色です。1932年までは映像右側の僕が立っている方の側にトンネルが設けられていましたが、きついカーブを描いて橋梁を渡り、そして一つトンネルをくぐりました。でこの辺りが大阪府と奈良県の県境になっています。よく見ると道路側にはあの県境の標識が設けられていますが、ここで2個目のトンネルを通り、そしてこの後3つ目比較的長いトンネルを通った後、反対側の駅の方に到着。大阪府サイドはですね、柏原市、そして奈良県の方はですね、生駒郡の三郷町ですかね、三郷駅というのがお隣にあります。三郷とかあと柏原も関東だとあの柏原っていう名字の方が結構多くてですね、柏原と読んでしまいそうなんですが、読み方が違います。地滑りが頻繁に起こる地域ということもあってですね、向こうの国道からこちら側の方はですね、これ橋が設けられているんですが、その地滑りの管理道路になっていて一般の車両は立ち入れないみたいなんですね。地形も非常に面白いです。あんなところに踏切があるんですよ誰が使うんだっていう感じですけどもね。一応 Google マップとかも確認してみたんですけども、道路の表記はなくてですね、おそらく保線とかの作業員の方なのではないでしょうか。そしてこちらがですね、なんとその大阪鉄道地滑りが起きてしまった100年以上前の亀の瀬隧道ということになります。僕今回特に予約等していなかったんですけども、あのこの施設の方がですね、親切にもあのご案内をしてくださってですね、その時の様子をご覧いただければと思います。これ排水トンネルなんですけども、はい、これを掘り進んだ時に、はい、明治の、ここのトンネルだったんですけども、はい、その地滑りで崩落した、うわガーッと全部潰れていった、こんなになっちゃったんですね、はい、でもこれ使用できないということで、はい、あの鉄道は反対側に行ったんですけどね、はあ、それをみんなこの鉄道があるというのはもう過去の話で誰も知らなかったんですが、はいはい、この対策工事でトンネルを進んでいくと見つかった。じゃあ最近判明したんですか、鉄道と、2008年でしたかね。そうなんですか、うん、それまで誰もこんなもんがあるというのが分かってなかったんですよね。こっちの川の北側にもう道路とかトンネルがあるってことはもう全く分かってなくて、そうそうそう、で対策工事としてこの排水トンネルを掘っていった時に見つかった、はい、うわそういうことなんですね、うん、取り外ったすごで、もともとは単線やったんですけども、はい、途中で、明治の終わり頃に、ね、伏線になって両方とも一応見つかってます。高さがこの排水トンネルの高さが違うんで、はい、これはちょっと埋め戻してるようです。ああそうなんですね。でここだけ残していこうということで、はい、明治の、まあ、トンネル以降になってます、はい、すごい。足元もちょっとこう砂利があるんですかね。なんかそうですね、ガラストがね残ってたり、ここから見れるところですね。これ、うわこれがもう当時の元々のトンネル、元々のトンネル、うわでちょっとここはプロジェクションマッピングの機器が並んでるんですけど、はい、入っても大丈夫ですか。あ、いいですか、ありがとうございます、失礼します。どうぞ写真も撮っていただいて。とりあえずこの発掘調査というか掘り起こされたのはここまでっていうことですもん、ね、というか残ってたそのまま、あ そこが崩れてる状態、ここは残って何も発掘とかそんなの全然してないです。あ、もともともうこの空間がこの状態で見つかった。でそれこの昭和6年7年に大きな地滑りがあって、はい、ここが崩落して、はい、土砂が全部入ってきてるというのがそのまま、じゃあもう当時の
地滑りのままってこと、はい、これレンガの長い辺、はい、これ短い辺いうことで交互にこう並んでいってます。はでちょうどアーチを作るところは、はい、逆にもう長手でザーッとつ、あ、本当だ、長さがもう一定になってますね、うん、こっちの方で間には漆喰をこう挟んで焼くみたいですね。はあ、規則性があるんですね。80年以上もの時を経てこのように解き放たれたこちらのトンネル、僕もいろいろとあの駅それから鉄道以降訪問する機会がありますが、この時に関しては本当に鳥肌が立ちました。これ土曜日祝日に関してはこのトンネル内でプロジェクションマッピング、またイベント等が行われているみたいです。亀の瀬の推進協議会の公式 YouTube チャンネルというものが存在するみたいでですね、そちらの方概要欄に載っけておきます。ぜひそちらもご覧いただければと思います。ちなみにですね、先ほどの亀の瀬トンネル地滑りが発生したのは1932年の1月、まあ、年始ということなんですけども、こちらの新線のルートはですねその半年後に着工、そして32年のですね大晦日には開通をしている。つまりは1年経たずに開通をしたということになるわけなんです。これは一体なぜかというとですね、新年の伊勢神宮の参拝客を輸送するためにこの路線は使われていました。その参拝にどうにか間に合わせようと工事が進められたと言われているわけなんですね。まさに突貫工事で作られたルートということになります。そしてこちらの第四大和川橋梁の構造も、これ下にですねこれ桁受けトラスと呼ばれている上の関西本線の橋を受けるためのトラス橋が設けられています。戦前ぐらいの古い鉄道橋梁に関しては川に対して直角に設けるのが一般的でした。まあ、当時橋が設置されたのは戦前ということで技術的にもかなり困難を極めたようでですね、そのトラス橋が現在の関西本線の橋梁を支えているといった形になります。ではですね、これいろいろとごちゃごちゃ解説をしてしまったので最後はここ全面展望でね景色を全て総おさらいしていきたいと思います。河内片上駅を出発、目指すのは奈良県内ですね。次の停車駅は3号駅、この辺り先ほど映像でお見せしていたのはこの車窓右側のところですね。右側のところをずっと歩いた先に地滑りのあの亀の瀬トンネル、旧亀の瀬トンネルがあるあたりになります。そして新しい線路はここで大和川を渡り対岸の方に渡るとここでトンネル、こっちの方が比較的地滑りの少なかったルートみたいですね。先ほどお見せした亀の瀬トンネルはもう少し長かったみたいなんですが、新しく付け替えられたルート上にはこれトンネルは比較的短いものが点在をしているといった形なので、まあ、それほど時間もかからなかったのでしょう。そしてこちらがですね先ほどあの上の方から見ていた踏切ですね。そして次は第一名神山トンネル、おそらくこれで読み方合ってると思うんですが、300メートル程度のトンネルを抜けると3号駅奈良県側の方に出ます。ちなみにこの時点でまだ急線は大和川の反対側のところを走行していたみたいです。そしてこちらがですね第三大和川橋梁なんですが、こちらの橋梁も非常に面白い歴史を持っています。この中間あたりでですね橋梁のこの色が変わるわけですね。手前側の白いアーチ状の方は1932年、そして奥のこれから通る青いトラス橋の方はですね1986年に作られたということで、約55年の歳月の差がある橋をですね2つ組み合わせて1つにこう統合している、そんな面白い歴史を持った橋ということになります。そしておそらく当時はこの辺りで急線と合流していたんでしょうね。お隣3号駅に到着というわけで、本日は河内片上駅についての動画でした。ご視聴ありがとうございました。